What's Hip-Hop? 大切なことはね俺は思うのは言いたいことがあるっていうのはやっぱりそいつにやりたいことがあるからそいつのやりたいことと違うことをやってることに対して言いたいことができるわけだよねそれに対して言いたいことを言うのは大切なんだそれはもちろんそれが「リス s だあるからそれと同時に俺なななららこううやややるもやっぱりやらなきゃいけないけと思うんだよねそうして初めてその「リスに意味ができてくるというかうん。 こう見ててこう思うから文句言うだけじゃなくて、うん、俺はこう思うからさらにそういう動きを動くだったらそのリスも意味があるっていうかうだからそなんだろうなあのー、それこそ、えー、とトイレの落書きみたいなラップをしたかったら別にできるわけじゃん、うん、誰だか分かんなくて。 文句だけけ言ってってていうことも別にでできるわけで例えばほらインターネットでリリックだけ書く人たちいるでしょ最近とか。全然面白いライブもあると思うしあのそれもそれで、えー、っとクリエイティビティなのは間違いないよね何もしてないよりはクリエイティブだと思いますも,もちろん。ただそれを例えばうーん発言する責任を持たないでやることがどれだけのことなのかそれが誰が聞いても。 100%間違いないなと思別にあっそんなところがあったかそれで誰も何て言うのかな本当に何んんて言うのかな何だったらいいんだけどでもそれが例えばその人の見方だとしたらそれはその人の味方としてあくまで発言すべきであってそうするとその人が誰なのかが分かんなかったらその発言に何にもこう信憑性がないんだよね。 だからそここだだよねね残念なところは、ね、だからやるんであれば <laughs> どこで発表してもいいんだけどある程度その自分の素性というかそういうものを明らかにして発表することに意義があると思うし、えー、まあ中には中には発表しないでいうことで意義があることもあるかもしれないねすごく数少ないパターンの中では。 うん、でもまあ基本的にはラップだから、えー、俺らなんかは例えば普段でもクラブなんか今でも行くと若いやつらとにフリースタイルされりゃ俺もするし何なら酔っ払ったら俺からするし本当にあのどこでもいつでも行けるっていう感じ、うん、あのそれがまあ俺はヒップホッパーとしてラッパーとしてはやっぱりリアルだと思うし。 あのー、今はラップする気分じゃないとかっていうようなよく分かんない感じとかじゃなくて「うん、女がラップしろよ」って話でしょっていうだから俺ラッ,プラッパー結構ねデモテープはされるんだけど「もうそういうのとそのいいから今やれよ」もちろんあと渡してくれるのも嬉しいんだけどそういうのもすごくあるからなんかもっとそういうふうにストレートにバン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 その場その場でガチンガチンやってった方が楽しいもんなんじゃないかなって気がするしうんあのー、深夜のクラブなんかではありえない メンツでのフリースタイルサイファーとかバーカンの前でものすごいコテコテストリートヒップホップのやつから超アイドルタイプのやつまで本当に一緒になってみんなでやってるからそういうのは本当にヒップホップだなと俺は思ってるんだよね、うん、だからまあそういう流れから生まれてくる新しいものっていうのにはとりあえず全てに対して可能性を広げてまずはドアをオープンしてで その後は本人たちがどう責任を持ってヒップホップっていうゲームをやっていくかで責任感のないやつはそのゲームの中でやられるし、うん、どのタイミングで何をするかどういうことでどう考えるかもう自分次第だなる。うん